はい、どうも、吉谷です。2018年も終わってしまいましたね。はい、ということで、今回ですね、ドリームアカデミア2018年最後にやった、こちらですね、フォローアップ勉強会ですね。フォローアップ勉強会。こちらの2018年も終わりを迎えました。はい。で、12月にやった100万稼ぐためのマーケティング戦略。100万稼ぐためのマーケティング戦略。こちらの方を講義の方を追加しました。はい。ライブ見ていただいている方はもう、見てるとは思いますけども、テキストでもちょっと少し、書いてる部分ありますので、僕、講義でも言いましたけども、昔と今、だいぶ変わってきたなっていうのは非常に感じます。はい。非常に変わってきたなと。じゃあ何が変わったのかに関しては、ここで、僕が十何年前から始めて、今現行でやってて、これから必要な商品だったりとか、これからどういうことをやっていけばいいのかっていうところを、最新のですね、多分本屋で売られてないんじゃないですかね、これはさすがに。はい。ちょっとね、上級寄りにもなるんですけど、初心者の方も見てほしいかなと思います。なぜならば、時代背景をもとに、これから誰が求めて、何を求めてるのか、そして何が売れるのか、何をしなければいけないのかっていうところが、昔に比べると僕思うんですけど、非常に昔に比べると非常にシンプルになってきたかなと思いますね。非常に昔は複雑だったんですけど、マーケティングって。だけどすごくシンプルになってきたんじゃないかなと。多分これからもどん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 シンプルになってくると思います。はい。で、フォローアップ勉強会ね、ライブで見れなかったよーっていう人はですね、こちらの方に講義の方と、テキストの方を書いて追加しましたので、ご覧ください。ではですね、1月1日になりまして、2019年も、フォローアップ勉強会頑張っていきますので、よろしくお願いします。では、ありがとうございました。